皆さんこんにちは、ことです。お久しぶりです。今回はね、私矯正を始めたのが10月11日なんですけど、今日撮影するのが2月11日で、ちょうどね4ヶ月が経過したので、どのぐらい歯が変わったかとか、私が最近しているこのゴム掛けっていうもののお話とかもねしていきたいなっていうふうに思っています。前回のね矯正の動画でお話しした通り、私は本当に昔からすごく自分の歯並びがねコンプレックスで、矯正をするのがねすごく夢だったんですけども、日本だとねお金が高くてずっとできませんでした。それで今ねちょうどコロンビアに滞在していて、矯正がねコロンビアでは10万円でできるので、そちらで私も矯正を4ヶ月前に始めました。矯正してからのね経過をね皆さんにお写真でお見せしようと思うんですけど、私のね歯並びがね悪かった時のその写真をね自分で撮るっていうのも本当にもう怖くて、なんかもうコンプレックスだったんで、もう自分の歯も見たくないって感じだったんで、ちゃんとした写真もなかったんですけど、皆さんにちょっとでも分かるような写真を持ってきました。まず1枚目なんですけど、1枚目がこちらですね。写真でねちょっと見にくいかもしれないんですけど、私の前歯のコンプレックスだったのが、前歯ってこうやってちゃんと揃ってるじゃないですか。それがその左のね前歯だけこうやって前に来てたことと、ね、ここがね見えないと思うんですけど、なんか旗から見たらもうここに歯がないというか、笑った時だけ八重歯が見えるっていうのが私のコンプレックスでした。下の歯はね結構もともとガタガタで、一本だけなんかもうねじれてるというか、本来こうなるはずのにねじれてこう入って食い込んでるっていう歯が何本かありましたね。で、今からお見せするのがね、もう本当に自分でちゃんと皆さんに伝わるように撮った写真なんで、口の中あんまり見たくないっていう人は、飛ばしてもらって大丈夫です。で、この写真が今現在の私の上の歯の写真です。まあ、写真で見るとね、結構歯並び自体はもう綺麗になってきてるかなっていう感じです。なのでね、その4ヶ月でね、この速さっていうのは自分でもびっくりですね。なんか、他の人の話聞いてると2年とかかかるとか、1年2年は絶対にかかるって言うじゃないですか。私はもうね1年はかかるって言われてるんですけど、まあ、4ヶ月でこの出来やったらなんか1年弱で終わりそうやなっていう感じもしています。はい。で、この写真がこの今の私の下の歯です。奥歯も結構ガタついていたんですけども、奥歯も前の歯もね、まあ、完璧ではないんですけど、まあ、ほぼほぼ揃ってるっていう感じですね。で、問題なのがね、今ねちょっと見てわかるように、上の歯がね斜めっていうのわかりますか？私のちょっとわかりにくいかな。写真の方がわかるかな。写真ではこんな感じですね。その笑った時に上の歯がねこうじゃなくてこうやって斜めってるんですよ。まあ、それはなんでかっていうと、私もともと八重歯があったので、八重歯が下に来たことによってその他の歯もねちょっとスペースが足りなくてこうなっていってるっていう感じですね。前歯がこうやって斜めになってるっていうのと、あと私もともとね噛み合わせが良くないみたいなんですよね。今はねこの4ヶ月目から噛み合わせを治す治療が始まりました。それがねこの写真で見てもらったら分かるように、このゴム掛けっていうのをして噛み合わせを治していこうっていう風に今なっています。多分これも多分2、3ヶ月以上はもうしないといけないのかなっていうのに思ってるんですけども、口の中見たくないと本当に申し訳ないんですけども、このねかなりゴムあれじゃないですか。これがねどうですか、皆さんどう思いますか？私正直ねこれ本当にあまり見た目良くないですよね。なんかちょっと衛生面的に悪く見えるというか、なんか何やろ、唾液に見えるというか、あんまりよろしくないですよね。なんかそれがね、嫌で、本当にゴム掛け今日からしてくださいねって歯医者さんに言われた時に、ああ、ついに来たと思って。で、このね、ゴム掛けね、今はね、この位置なんですけども、翌月には多分位置をね、ずらして、このゴムの位置をずらして、それでどんどんね、噛み合わせを調整していくっていう感じだと思います。で、このゴム掛けね、見た目が良くないだけだったら、まあ全然まだ耐えれるんですけども、もうゴム掛けを始めた瞬間、もう本当に、すごく痛いですね、正直。なんか歯をねもう本当にこうやって押してる状態なんで、抜こうとしてるみたいな感じの痛さで、ゴム掛け始めた1日目と2日目はほとんどもう寝れないぐらい痛かったです。ゴム掛けをね
するという人がもしいたら、痛み止めをね買うのは忘れないようにしてください。私のね歯のね今4ヶ月目の経過を皆さんにお見せしたんですけども、どうですかね、結構動いてますよね。私的にはね大満足な出来で、でももちろんねこれでじゃあ終わっていいかって言ったら、まだまだね噛み合わせも悪いので、これからあと、まあ、最低でもね6ヶ月ぐらいはこれからもね頑張ろうかなっていうふうに思っています。またね途中経過もね動画でお伝えしていこうかなっていうふうに思っています。話変わるんですけど、最近ねなんか SNS でなんかあるじゃないですか、その気を制する人に対してどう思うかみたいなのがね結構回ってきたりするんですけど、なんか日本では気を制してるのがあんまりよく見られないっていうのはほんまなんですかね。皆さんも知ってると思うんですけど、なんかその気を制してる女の子はあんまり好きじゃないって言った方が結構炎上してるみたいな話もあると思うんですけど、いや本当にね私は海外在住なんで心の底から言えることなんですけども、歯並びだけじゃなくてもう本当に全てですね、肌とか体型とか全て綺麗になろうと思って明日綺麗になれるわけじゃないので、ちゃんとお金も時間もねかけてやらないといけないので、綺麗になるための努力をねしているだけなので、これからね矯正しようかなって考えてる子とか実際に矯正してる子とかね、なんやろあんまりねその途中経過のね見た目にこだわらなくていいですよっていうのになんかすごく伝えたいですね。なんか日本ではその途中経過の見た目が嫌いから、例えば裏矯正とかセラミックとかあるじゃないですか、あとマウスピース矯正とかだけど、まあやっぱりその自分の歯があるに越したことがないですし、内側矯正もねもっと痛いって言いますし、どんだけねこ私みたいにねこんな矯正のねゴムも見えるし矯正のワイヤーも見える状態でも本当に恥じらわなくて全然いいと思います。で私がなんでそう言ってるかっていうと、こっちのねコロンビアではもう歯並びが悪いのが良くないんですよね。逆にその歯並びを直そうとしている状態でこの矯正をついてる見た目でも全然何か悪い風に思われるっていうことはないです。あと日本では多分矯正って遅くても30代みたいな印象ないですか。なんか私もねなんかいろいろ矯正のねする前に動画とか見てたんですけど、そう30代だけど矯正始めましたみたいな感じで言ってる方も多くて、でもなんかそんな感じで年齢をね気になさってる方が日本には結構多いんですけど、本当に何も気にしないでください。その40代でも50代でもね全然したかったら矯正した方がいいです。なんでそう言ってるかっていうと、本当にもうこのねコロンビアも一歩外に出ただけでね矯正してる方は本当にたくさんいるんですよ。私より若い方10代の方とかだけじゃなくて30代40代あと50代ぐらいの方も普通に矯正してるんですよ。で本当にもう誰も何もねその矯正をしている見た目に関して気にしないです。こっちは逆にその歯並びを直さない方が気にするので、なんか本当にね日本と違う考え方があります。はい、なので前のね動画でも言った通り、歯並びがあんまりね良くないことに関してはその個性としても受け止めれるし、自分が好きならばそれでいいんですよ。歯並びなんてもう結局自己満なんで。だけどその矯正するって決めてから、なんか後でね後悔するようなことを言われたっていう方もねなんかいるんじゃないかなと思うんですよね。日本で暮らしてると笑った時にこのワイヤーが見えるからあんまり可愛くないとか、女の子だったらなんだろうな、日本では多分あんまり矯正するっていう文化がないから、その矯正するのに時間がかかるっていう知識がない方も多いのかなっていうふうに思うので、自信を持ってねもう矯正してる間でも全然笑ってもいいし、周りの言葉とかね流されないように、だから、ね、多分ね流されたりしたらねセラミックにしようとか思う方もいるかもしれないんですけど、自分の歯が一番ですからね。もしね矯正しようって思ってる方はね、全然ワイヤーでもまあマウスピースでもねどっちでもいいと思うんですけど、見た目が変だからこれは嫌だなとかそういうのはあんまりね考えないでいいかなっていうふうに思います。まあ本当に私がね伝えたいのは、もし矯正しようと思ってる方、またはその今矯正をしている方、まあ今日明日で綺麗になれるのはもう不可能なので、時間をねたくさんかけてね徐々に歯をね一緒に直していきましょう本日もご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とコメント、あとインスタグラムもやっているのでぜひフォローお願いします。 Thank you for watching and have a good day. Bye.